さあピッチャーは育成から這い上がっていきたい吉田亮に変わりました。オリックスからこのマリーンズにユニフォームが変わっています。2人口を揃えて当然もう結果を出すしかないというところを口にしています。さあ風があります。誰が取るでしょう。そのサード上田取りました。直球で勝負。佐野ゴロはここは上田今度はミットに収められず、記録はヒットになるでしょう。ワンアウト一塁。どうでしょう今のは。まあマウンドの合わせ方ですよね。まあこの辺がちょっとこう中途半端になりましたよね。まあ前に行くのか後ろに下がるのか、まあっていうところで迷ったと思うんですけど。ここはセカンド、ボールは一塁に送った小川です。引っ張ってファースト、おっと弾いた安田、ここバックアップ大事ですが、小川がよくここはバックアップしました。まあ、小川がよくバックアップしましたし、まあ、この吉田もねファーストカバーを最後の最後までこうね、はい、あの行ったっていうのはこれ大きいですよね。まあ、これ途中でこう弾いたことで諦めてしまうっていうところもあるんでね。あ、そうなんですね。ちょっとこう止まってしまうところあるんですけども、最後までね、あそこまで走り切ってしっかりカバーしたっていうところがね、この辺は素晴らしいですよね。はい、